今日はこれいきます。旭川ですね。旭川の醤油ラーメンの天津っていうんですか、濃厚醤油みたいな感じなんですかね、旭川ってね。北海道ですね、旭川か。ファーストラボ旭川だっけかな、函館かな。まあいいや、これいきます。できました。これ旭川ラーメン天津ですね。結構濃厚そうな感じですね。さすが北海道ですよ。いい感じに濃厚そうです。ちょっといってみます。金麦のリッチモルトですね。いきます。美味しいです。今日これ暑いんですけどね、旭川ラーメンです。天津ですね。これをいってみますね。スープいきます。まあまあまあ濃厚ですね。濃厚ですけど、うん、思ったほど結構すっきりしてますね。麺いきます。これ熟成の藤原製麺か。熟成でうまい。美味しい。野菜もね結構がっつり入れたんですよね。うまいですね。手作りチャーシューいってみますよ。最高ですね。結構ね案外食べやすいです。濃厚濃いですけどすっきりしてて本当全然いいです。もたれない感じですね。じゃあ最後にいきます。うまい。くだります。いや今日も晴れてますね。暑いっすよ。めちゃくちゃ暑いっすね。ピンクも早いもんで、結構ピンクにしても結構色落ち早いですね。一応ね赤いシャンプーしてるんですけどね、色落ち しづらくなるシャンプーはここ最近は使ってるんですけど、まあ、だからまだ赤さを保ってるのかもしれないですけどね。あと今回割とこうピンクでも薄くしたんですよね、明るくするために。だから落ちるの早いのかなとは思ってたんですけど、まあでも結構やっぱ早いっすよ。から視聴者の方からの LINE をね読みますね。ライドさんお久しぶりでございます。いつも配信ありがとうございます。下田への旅行中も上げていただいて感謝です。私が住んでいる静岡県西部からはなかなか下田へ行くには遠く、もしかしたら山梨県は岐阜県とかに行く方が近かったりします。ああなるほど。静岡ってね長いんですよね。うちの奥さんもね伊豆ってのは割と東京寄りなんですよね。下田の方ね、まあ、東京寄りって言ったらあれなのかな、まあ、今神奈川寄りっていうんですかね。どちらかというと遊びに行くんだったら東京の方に行くって言ってましたね。あんまり静岡内で静岡市とか、まあ、あと富士山の方とか、まあ、あるじゃないですか、なんだっけな、御殿場とかね、あと浜松とかね、清水だったり、なんかそっちの方が全然わかんないって言ってましたね。全然東京の方が遊びに行ってたって言ってましたから、高校時代とか。でも山梨とかねいいですよね。僕山梨に占いのお客さんがいて、その方がよくねシャインマスカットを送ってくれてね、あれが美味しいですよね。同じ静岡県にいるのに下田は1回ぐらいしか行ってないです。まあでもそういう方多いと思いますよ、静岡県民の方は。実は新幹線の駅も静岡県が一番多くあって、あ、そうなんだ。県が横に長いことがわかります。ただなんか静岡県って新幹線の駅は多いけど、リニアモーターカー揉めてますよね。あれ静岡県の県知事がなんかリニアモーターカー反対してんでしたっけ？なんか静岡で止まっちゃってんですよね、リニアモーターカーがね。だからなかなか進まないんですよね。また交渉再開する、JR と交渉再開するとかなんか言ってましたけど。西部地区から御殿場とかめっちゃ遠い。あ、御殿場も遠いんだね。その方ね。西部地区はね。なので、下田への旅行は羨ましい限りです。御殿場ちょっと行ってみたいですけどね。なんか御殿場ってアウトレットとかね、最近は有名ですよね。まあ、あと御殿場ってやっぱ富士山ですよね。富士山が近い。仏教のなんか色々多いですよね、御殿場ってね。
さて、またタケルクイズにめんどくさい記事が出ましたね。そんなことはありませんが、もしも今回の記事のようなことがあるとしたら、もうとっくにしていると思うので。ああ、だから要はあれですね。広末さんの不倫って話ですね。まあ、あれはありえないと思いますよ。恋つづが終わってから2年半ぐらい経ちますが、20代の頃と変わらなければ何かしら取られていると思うのです。やっぱりライドさんの言うように20代の頃は遊んだ時代だと思いますが、30代に入って変わったのだと思います。SNS が一番大きいんじゃないですか、タレントさんからしてみるとね。やっぱ SNS がね、これだけ発展するとね、遊べないですよね。それはタレントさんだけじゃなくても、もう一般人でもなかなか遊べなくなりましたよね。すぐ書かれちゃいます。まあ要はすぐ乗っちゃいますからね。もう本当にこう友達の間とかでも多分すぐリークされちゃうから怖いですよね。まして、いや、今の時代不倫などで俳優生命や女優生命がどれだけの危機に陥るか想像できますよね。もう当然そうです。まあ、まさにそうだと。もう本当に今回のあの、香川照之さんとか見るとね、たった一つの記事でね、もう俳優生命絶たれたようなもんですからね。もっと日本の作品を海外に出したいと言ってるタケル君がそんな危ない橋を渡るかななんて考えますね。本当に週刊誌は邪魔するなと思います。まあでもそれがね、商売ですからしょうがないですけどね。まあそれがあるからまた面白いんですけどね。ただでさえ私は最近ボディーブローのにガーシー法がタケル君に対して効いてるような気がしてしょうがないです。でもガーシーはでも相当僕は影響力はなくなったと思いますよ。いろんなドラマや映画が次々と発表される中、あ、この役はタケル君がやったらどうなんだろうと考える作品とかあったりするのですが、もちろんタケル君を出る作品を選んでるとは言って、なので私の杞憂だと考えているのですが、それでも心配してしまうのは私だけなのか、他のタケルファンの方がどのように思っているのかなって考える時があります。ああ、まあだから要はあれですよね、あのタケル君が最近なかなかドラマとかに出ないってことが、もしかしたらガーシーのせいなんじゃないかっていうことですかね。 YouTube や A のブランドを金銭的には言うと感じていますが、俳優佐藤健をもう少し見たいなと感じてします。当然ネットフリックスは見ますよと。まああとドラマもねあるし、あと体が1個しかないから、健君もやっぱり今年は表にあんま出ませんよと、その代わり仕込んでますよっていうのがあるんで、まあいくつか来年あたりに出てくんじゃないのかなと思いますけどね。先ほどの配信でライドさんがモネちゃんの芯の強さをおっしゃっていましたが、役に対するストイックさは健君もモネちゃんも同じですね。そこを見ても2人は似てるなと感じます。仲良くなくてしまいましたが、また次の LINE でもう一つタケル君のことで気になったことをお話しさせてください。これちょっと気になりますね。なんかね、またね、そういうお話は楽しみにしてますけど、まあ、あとタケル君もモネちゃんもストイックさ、役に対するストイックさってのは多分、まあ、そこはね同じ熱量だなと思うんだけど、ただ要は僕はタケル君とモネちゃんの違うところは、モネちゃんはやっぱいわゆる映像じゃないやつを頑張ってるってことですかね。タケル君と唯一違うのはね、舞台ですよ。要するに舞台、ミュージカルとか舞台とか、タケル君ができないことをやってるじゃないですか。でタケル君役舞台っていうのはもうずっとオフの状態がないと、あのオンだけをずっとやり続けてずっとさらされてる、それがちょっと自分には耐えられないっていうねことですよね。だからタケル君の役に対する考え方っていうのは映像で、もう役作りをするところから入るってことですよね。役作りをするところで、その役作りで役になってしまったらもうそれで完了と。映画になってたらもうその役をあえて作ってるんじゃなくて、もうその人になって映画とか映像、ドラマに挑んでるから、何を喋ったところでアドリブで喋ろうが、その人の役にもう武井くんは憑依してると。その人になってるから、どんな喋りをしても正解だって話ですよね。だからそこで抜いてるところもあれば出す時もあると。なんかそれが、映像の世界での話だけど、舞台ってのはそうはいかないってことですよね。もう体全身を使ってその役を演じきらなきゃいけないって、そこが違うと。で僕が言ったタケル、あのモネちゃんの目がね、あのやっぱり怖いところで、そこなんですよね。舞台って座長でね、主役がこけると全部こけちゃうじゃないですか。でそこの責任を全部背負ってるモネちゃんの芯の強さっていうんですかね。まあだからあれってあの若さで、その舞台の、ね、全責任を背負った目をしてるんですよ。そこが僕は、ね、役だけじゃなく、すべてをもう背負って立ってるリーダーとしての上白石萌音っていう人の目が、あの若さでね、
背負ってるってところがすごいなっていう、まあ、そういう話のつもりで起動したんですよね。まあそんな感じです。今日はハエちゃんでした。暑いっす今日は。めちゃくちゃ暑いっすね。でもワンコ待たしてるんでもう帰りますよ、帰ってワンコと遊んであげます。帰れ帰れ帰れ何何30分なくなっただけのね。そんなに出ました出ました。分かった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 から分かったから。どうしたどうしたの。ちょっといなくなっただけでみんなケン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 して、なんでなんで歯医者行ってきただけなのに。ちょっとにすごいね、すごい甘えん坊さんだねあんたね。